いいものを見抜くためには妥協を許さない男がやってまいりました。今回は我々日産も気が抜けません。さあ大きな拍手でお迎えください。さあこの日産特別ショールームに足を踏み入れた山本さん一家、果たして今回の自信作セフィーロを気に入ってくれるのでしょうか。料理も車もじっくり味わってほしい。私の記憶が確かならば、どんなレストランにもメニューにないメニューがある。そもそも料理人が心血を注ぎこだわり抜くその一皿は通という名の男女にのみ供される。これはまさに一つの戦いである。そしてこのスペシャルは何も料理の話ばかりではない。誕生以来二十数年間にこのメニューが作られたのはわずかに3度。自らの過酷な目標を達した者のみが世に問われることになる。そしてついに熟成に熟成を重ねた新たなスペシャルメニューが走り出した。さあニュー GTR よ、その鍛え抜かれた走りを日本中に見せつけるがいい。私の記憶が確かならば、今日は鉄人たちの休日。久々の休日を彼らはどう過ごしているのか。まず愛車ローレルでゆったりと滑り込んできたのは道場六三郎。安らぎに満ちたこの一日が道場の新たな発想を生む。一方酒井は湘南の太陽をスパイスに使い、ローレルの助手席でとびっきりの素材を料理していた。料理界のドラクロは色を好む。そしてチンは奥さんのローレルで食材探しに余念がなかった。明日からはまた戦いの日々が始まるのだ。さあ鉄人たちよ、大喜利楽しむがいい。私の記憶が確かならば、私の初めての愛車はローレル。最初から本物に触れなさい、そんな口癖を持つ父がローレルを買ってくれたのは10歳の誕生日。ドーバーや僕の車、愛しゅうございます。やがて二十歳になった私が自分で選んだのもローレル。まあ頭ピーマンなんじゃねえの。おギャル。ただし当時の私には若すぎるがゆえの過ちも多かった。ばあや悲しゅうございます。そして美食アカデミーの主催となった今でも。じゃあご一緒に。大変嬉しゅうございます。さあその完璧なる走りをいつまでも見せつけるがいい。日産です。私の記憶が確かならば、そろそろバカンスの季節。そこで私は日産のエアロ RV を連ねピクニックへ出かけることにした。ブラボーな食材と大自然、そして腕を振るうのは私の鉄人たち。アレクイジンまばゆい太陽、心地よい風、これぞ本物のキュイジン、これぞ究極のピクニック。トレボン。そして青い空と大地にふさわしい鉄人のスペシャリテはもちろんオマールのカレーライス。ボンナペティ。さあ好きなだけおかわりするがいい。私の記憶が確かならば、美食アカデミーには知られざるスタッフが一人いる。ゾウの太郎。全てのスタッフに愛されながら長年私に仕えてきた彼は今も立派な現役だ。しかし最近の大都会では歩きにくくなったことも確か。
そんなある日街に出かけた彼の目を奪ったのはビッグなボディのあの車。そう、日産のエルグランド。まさに今が決断の時。さあ太郎よ、このエルグランドに全てを譲り、充実したホリデーを大いに楽しむがいい。